ヘイ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 22時2分になりますが皆さんこんばんはゆうきですはい本日は、えー、ドルインデックスナスダックあとエヌビディアビットコイン、えー、XDC、えー、などちょっと見ていきたいと思いますよろしくお願いしますはいそれではドルインデックスの先物からちょっといきますが 今ドルががねね少しここういうふう下っててきますいに前回ね、えー、ドルインデックス先物やった時この C のねピークつけてませんでしたが確かつけてなかったと思いますいい当たりだったと思うんですけどもしかしたらねドルインデックスあの下がってくる可能性ありますねってその時言ってましたが。 えー、その後一1回上に振ってからこう落としてきてるっていうような感じで何が言いたいのかっていうとドルとビットコインっていうのはまあ大体逆に動く,動くのでドルがね下がれば、えー、ビットコインがね上がりやすいっていうようなね状況が今ちょっと期待できるのかなって思って今取り上げてます。はいということで、えー、直近の分析ではビットコインとドル円の話した時は。 まあドルも上がってビットコインも上がってるっていうようなね感じには自分は思うんですがっていうコメントもしたことあるんですけどまあえドルインデックスがねこう下がってきてるっていうことはまあビットコインにとってはねまあいいんじゃないかなって思いますね。ドル円はなんか一緒になんか動いてるっていうかまあそういう話したことあるけどうんまあ円がねあのめっぽう弱いんでまあそういう状況に見えるのかなっていうような感じも。 えー、してましたね。はい、ということで、まあ、これはあのビットコインにとってね。いいいい感じだなっていうことを思います。はい、以上です。はい、続いて nvidia 行きましょう。nvidia ですがえ、ね、過去に話したことあるんですけど、ビットコインと多少え、ね、相関関係あるよね。っていう話したことありますが。まあ、ナスダックのは相関関係は強いんですけど、nvidia がナスダックをね。引っ張っていってるっていうような。見方してもね。過温ではない。 っていうようなねえー、感じでえー、nb はねちょっと取り上げたことあったんですけど今大きくね日足あのー、赤いねローソク足で確定させているので隣のローソク足よりも大きいローソク足でねこう確定してきているので、うん、要するにえー、売りがねちょっと強くあの出てきているなってことをちょっと思いますねまだトレンドはね崩れてはいないんですけど。 これ利益確定売りが入ってるのかなそれとも、うん、ちょっと加熱感が出てきていて売られているのかどちらか分かりませんけどまあ両方かもしれません。はいということでまあ、多少ねビットコインとあの相関関係あるのでちょっとここら辺注目したいなっていうことは少し思いますね。まだあのこれがね完璧に崩れるとかそういう話あのしてるわけじゃないのでちょっとねだけど注目して いてもいいんじゃないかなって思います株あのやってる方はねはい以上ですはい S&P ですねナスダックじゃなくて S&P ちょっと見ていきたいと思いますがこれもね NVIDIA とまあ同じになるんですけど、うんえー、前日のローソク足よりもね大きい実態であの大きく確定させているのでまあ言いたいことはあの n v i d i a と同じですはい以上ですはい続いてビットコインいきましょうビットコインは冷やしになりますが 前回やったね、もうちょっとね、上行くんじゃないのって言った話が、えー、今ね、えー、現実的になってきてるんじゃないかということで、まあ、もうちょっとね、あの上行けるんじゃないかっていうことはあの変わらないですね。はい。ということで、ビットコインはまあ順調に上がってきてるのって言え,えるんでしょう。うん、言えるでしょうっていうことは思います。えー、斜めのラインをね、えー、乗っかって、うん、そして、このレジスタンスをね、まあ、上抜けして、1回売られてからまた、 えー、再び上を試しに来ているというような感じでこのままなんかね上がってきそうな感じもありますね、はい、ビットコイン順調ですはいはい続いて XDC いきましょう皆さん XDC ついについについに上抜けをしようとプライスアクション、うん、そんな風に見てます自分ははい ということから、xdc めちゃくちゃこれでかいね。上昇を作るんじゃないかと。なんかそういう風に見てますね。はい、ちょっとおさらいしましょうえー。xdc ですが、ビットコインの値動きにまあ、左右されることなく、うんえー、直近のね。このまあ高値からね。順調にこう落としてきていて、うんこれが a になります。はい、え両、ー、エリオッとね。えうん、そしてこれが b です。 で、今これ C になるのでここで大きいねあ上昇ね作ってくるはずなんですよねはいということでこれはねうん本当に行ってもらいたいと思ってますはいこう過去のね年をきめるとビットコインに左右されずにまあ価格とね時間の調整をしっかりとしてきてますねこれビットコインに左右されずにうん単独で動いてます はい、というふうに、まあ、自分は見てるんですけどいよいよですねこの緑の斜めのラインもね試しにねまた再びね上がっていくんじゃないかとちょっとそういうふうに見てますね。はいということから、えー、これがね C になるのでまあ過去にね作ったことはあるんですけど一回ね全部消えちゃったっていうこともあるのでまたね簡単ではございますけどちょっと作ってみましたね。はい ということでまあ、このぐらいの、ね、上昇はまずえ目先の上昇でちょっと見込めるんじゃないかというふうに、まあ、自分は見てますね。えー、ということでこの高値になりますけどここが A になるので BC っていうこれ C のねまだ途中なのであのこのシミュレーションをかけてる値、ね、動きになりますけどこれ途中になります。はい、ということでもっとね大きいねあの上昇を 期待しますね自分は。はいということから、えー、ここがね視点になるので ABCABCDE、うん、っていうような根、ね、をき作っていくんじゃないかなって思いますね。はい、それを大きい枠で見ると ABC になりますでもっと大きい枠で見るとこれが A これが B これが C になるので、えー、少しねあの長い目線で見た時にはこのね上を。 必ず抜いてくるはずですン、ね、はいということで XDC まだねこれね始まってもいないのでここからね大きいねローソク足グリーンキャンドルをねブワーンって作って上がっていってほしいなって思ってます、はい、そろそろね上がるんじゃないかなっていうようなねうん感じにも見えますねこれね、うん、修正中身の話ですけど 下げの ABC が入っていてい、うん、a B, C になってるのか A で今 B 作って C 作ってから上にいくかどっちかです B の調整があと1回下げるか下げずにこのままいくかどっちかになりますはいということから XDC 期待しましょう以上ですはい次いてステラルーム XLM ちょっと見ていきますが XLM もねまあ順調に上がってきてますねあの前回ねリップルと話リップルの話出した時にええ荒い値動きしますねリップルはってね話してまあ証拠金取引するならねステラの方がまだいいんじゃないかななんて話したことあったんですがよくよく見たらねあの何か他のチャートと多分勘違いして,んしてたんだと思うんですけど同じようなね大きいね下げ作ってますねリップルと同じようにはい。 ということで、まあちょっとね、あの前回の動画あの失礼しましたって感じで、ちょっと XLM の話していきますが、過去に、ね、作った話、値動きの、ね、話したこと、あのシミュレーション、ね、作った時、この大きいシーンの、ね、話したことはありますけど、まあこれね、これに向かってちょっと上がっていくんじゃないかというふうにあの見てますね。ちょっと、ね、時間が結構、ね、前の話だったんで、これ作ったのはね。 えー、昨日ちょっとねこれ作ってみましたねはいこれが新しい値、ね、動きっていうかまあ足元の値、ね、動きだと思ってくださいこれねはいということで123で4で深い、えー、赤いを底足作った後に今ねここが5になりますはいということでまあこの5がねどこまでかなうん まあここら辺まではね、あの上がるんだっていうことはね、上がるんだろうということは、今まで言ってきてたので、まあ、それに向けてね、上がっていくんじゃないかなということで、えー、XLM もね、いよいよ大きいね、上昇が見込めるんじゃないかということで、ちょっとね、期待してます。はい、えー、以上です。はい、次同時コインいきましょう。同時コイン0.1679ドルと。 いうことでこれ冷やしになりますちょっと4時間で見てみましょう4時間で見ることが多かったからねはい4時間になります4時間、うん、ぶっ飛んでるなはいということでこの根、ね、動きね過去に、えー、シミュレーションでね仮の値、ね、動きとして作ったやつですけどまあねいい線いってんじゃないかと思いますね、はい、まあ無事にねここも上抜けてね ぶっ飛んでくれたんでまだこの上昇はねあの続くんじゃないかなというふうに思いますねこの斜めのラインをね切ってこない限りは大丈夫でしょうということですはい一応ここ引いときましょうこうだなうんこんな感じになると思いますけどはいということで、まあ、こう切って、うんまあ、こう上がっていくんだと こっち横転換上がって下つけて今こう横に動いてるから、まあえー、ここに当たればね、うん、パーンって上がるんだろうしまあ、当たる前に上がるかもしれませんしはいということで、えー、同時攻に、ね、あの順調だと思います、はい、まだまだね上期待できるんじゃないかということです、はい はい柴犬になりますけど柴犬ちょっと久しぶりだね、はい、これ4時間になりますけどこれも同時コインとね同じで、まあ、この斜めのラインがね張って、うんまあ、ここ切らない限りはね上がっていくんだと思います、はい、結構ねいい感じで上がってきましたね柴犬強いねうんねはいということでねこれもねまあ過去にねシミュレーションやったね動きねあのちょっと消えちゃってるので 概要欄にね柴犬確かあると思いますその時やったね他のアルトコインもねシミュレーションやったやつねあるんでまあよかったらね見てみてくださいね当たってるかどうかね <laughs> っていうかまあ,あの、まあ、参考程度っていうような感じで作ったやつがあるのでねはいまあ興味ある方は見てもらいたいなと思いますはいということでまあ柴犬もねあのいいいいいいと思いますねはい はい続い続て XRP 行きまましょう。XRP4 XRP 時間になります。X もなんかそろそろねもう一発来てもいいような感じであの見てますね、はい。ということでねうんえー、まあここまでね行ってもらいたいなとは思ってるんですけど、はい、<laughs> まずはね直近のこの高値ですよね。ここうん ここはね目指すんじゃないかという話ずっとしてきてるのでまあここに向けてね上がっていくんじゃないかなっていうことは思いますねはいこれが、うん、修正派これ結構深いねうんまあ XLM も同じなんだけどまあこれ終わってんのかな、うん、終わってるのかここでもう一回下げて上がるのかどっちかだねただこのこうやって取った時にどうだろうな 出てるような感じもあるんだけどね。斜めのライン、うんねはい、ということでまあ下げ123123で下げて上がるのかこれもう終わってるかもうどっちかだと思います。なので上がっていくんじゃないかなと思います。どっちにしてもね下げて上がるか、まあ、このまま上がるのか、うん、だと思いますね。はい、ということで、まあ、XRP、まあ、何も問題ないですね。 って思います、まあビットコインだけどねあの値動きだけでう上がってるのでそろそろね XRP のね値動きで見してもらいたいなって思ってるんですけどねはいちょっとエッリップルビットコインちょっとついでに見ときましょうはいリップルビットコインになります <laughs> はいえー、これねおーっと過去にねやってきたこの斜めのね平行チャンネルの加減、うん、までね結局下げましたね <laughs> はい。ということからねうんこの安値、ね、サポートになってるからね、まあ、この平行チャンネルか、まあ、どっちか、まあ、同じぐらいの、ね、レベルだとレベルになるかちょっと分かりませんけどこれはね、うん、リップルだけのね動きがねそろそろね来てもいいよねこれねこう太してきてでリップルがちょっと強くなるっていうようなねサイクルに入ってもいいんじゃないかなって。 ね、この話はね、まあ、過去に何回もしてきてるんですけどねまあなかなかね下げ止まらないということでリップルビットコインそろそろね、まあ、来てほしいねこの安値付近までねあの下げてきてるしね、うん、ちょっと強いね上昇が期待できるかもしれませんよ皆さんはい <laughs> これすごいなはいということでね、うん、まあ、リップルだ あビットコインだけの値、ね、動きで動いていたものがね、もしかしたら変わるかもしれないということでね、うん、ちょっと期待したいですねということは思います。はい、ということで、まあ、本日ちょっとニュースありませんけど、申し訳ないんですが、えー、以上になります。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします失礼します。